はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、やってまいりましょう。バイオハザードアリートゥーでね、ちょっとね、皆さんにね、謝罪しなければならないことがありまして、今はこれクレア裏編のね、もうラスト来てたのか、おやすみなさい。あれあれじゃねえんだよ。そう、あのね、まずね、これね、間違ってね、そう、なんて言ったらいいんだろう、変電機をここじゃないっていうね、間違えちゃった。でもう一つ何かっていうとね、あのね、撮ってたの普通に。で撮っててやっちまったのが、もうね、実はもうクレア裏編クリアしてるんですね。この収録というか、もうこれが公開されている頃には、収録ももうあと、これプラス2パートだったんですけど、あのね、やっちまったのが何だったっけ、あ、そうそう、音声が取れてなくて、ゲーム音だけは流れてるんですけど、この僕がペラ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 喋っている声っていうのが全く入ってなかったっていうね。だからもうその時に一体何を喋ったのかっていうのも全然覚えてないから、本当にフリートークの再スタートっていうところからなっちゃうんですけど、あったあったあった。そう、もうだからショックすぎて、もうなんかここ 2,3 日の記憶吹っ飛んでなくなってるっていうね。ちょっと珍しく3本まとめ撮りがする時間があったから、でバラ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 って撮ってたんですけど、それがね、ちょっとできなかったっていう、もうちょっとショック極まりないっていうね。いやー、本当に本当に、いや、もう本当に皆さんね、そういうの気をつけてくださいよ。なんかゲーム実況されてる方とかね、まあその何かしらのそのこういう動画とか撮ってる人って、やっぱりなんかちょっとアクシデントとかがあったらね、例えばその僕よくね、マイクの使い方とかミスったりとかして、なんだっけ、あ、そうそうそう、このマイクを今ね、使ってやってるんですけど、そのマイクを挿しているにもかかわらず、なぜかパソコンのマイクの方の音声を拾ってやるとかっていう謎のね、状態になってしまって、でしばらくその喋ってるボリュームに対して雑音のふわーって、ゲームやるとどうしてもその負荷が大きくなるから、ふわーっていう音の方がね、大きくなっちゃって、で全然もうなんかただただ雑音とともにゲームが流れていくっていうのが3パートくらいあってっていうのもあったんでね。ここあれだよね、あのね、一回クリアして、でゲームデータをこうちょっとやり直したりとかしてるんで、どういう状態にゾンビとかそういうの倒してたかなっていうのはもうちょっと全然覚えてないからね。まさかあの兵隊ゾンビ系が生きてた、変態じゃないよ、兵隊ね、系ゾンビが生きてたとしたら、あ、ちょっと待って、微調整がうまくいかない、あ、いたいた、オッケーオッケー、そう、行かなかったらなんか、行かなかったらね、ゾンビが生きてたらね、ちょっとやべえってなるんだけど、まあ、ここの害虫は駆除してるんで、そう、おはようございます、ここに特にあるわけじゃないね。はい、であいつはもうチップをね、僕が取っちゃったから、もう永遠に出てくることができない、どんまい、残念、さようならっていうね。ここまあでも明るくなったら、なんか食堂で横たわってた2体のゾンビのどっちかが起き上がるとかっていうのはないのかな。そう、よくさ、そのTウイルスって噛まれたら感染するとかっていうけど、その噛まれてどの程度のダメージのその食われっぷりだったら復活するのか、それとももう息絶えて本当に、ね、活性死者になることすらできないのかっていう、そこの線引きがどのくらいなのかっていうのは結構気になるよね。で確か、今からまた地下行って電源をポチってつけに行くわけなんですけど、明かりじゃないや、リッカーって1体倒したっけ、2体倒したっけ、なんか硫酸弾持ってるから1体は倒してるっぽい気がしなくもなくもなくもないっていうね。お尻プリプリ、あ、そう、今朝背中のトレーニングをしにね、ちょっと、あれ、あ、そか、あいつは上に登ってきてたやつかな、そう、背中のトレーニングをね、また早朝行って、で帰ってきたんですよ。でそれはいいとして、なんだっけ、あ、そうそう、帰ってきたらね、珍しくね、娘ちゃんがね、僕の布団の上で寝てたんだよね。あ、いるね、こいつ2発いるから、なんか今日言い間違いが多いな。もともと頭の回転早いわけでもなく、なんだっけ、別に饒舌に喋るタイプじゃなくて、ただただ早口でベラ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 喋るっていうだけのね、やつなんだけど、ここって横たわってる酔っ払いおじさんいるじゃないですか、中年のハゲ
ハゲチャビン。それ、あれ、ハードコアモードだったら起き上がってくるのかな。なんかここのゾンビ全部4体とも起き上がってくるイメージがあったけど、そうでもなさげなのかな。まあそんなことよりもアイテムを取りに行こう。おうおう、なんか今右腕をプルンプルンしなかった。ここのねゾンビとかはねちょっと駆除しておかないと、なんだかんだね最悪何往復か行き来することになるから、結構めんどくさいことになりかねないんでね。で、OK で、カチャコンと。そうなんだよな。だからクリアし、一応ね、最後までやりきっちゃってっから、なんかクリアしているシーン、クリアしてるやつをやり直すっていうのだと、なんかうまくできなかったら、なんか、え、お前、確かさ、26日にクリアしただろって、今26パートって言いそうになったけどね。で、そうそう、これを取って、もうね、いちいち覚えてないからね、謎解きのところの話はね。えじゃあおやすみじゃない、おはよう。で、おやすみ。おやすみ、おやすみ。オッケー。頭。銃痕、べし。結構、オッケー。お亡くなり？まだ生きてる？あ、生きてんのが。結構やっぱ弾使うよな。殺傷能力が高いんだろうけど、うわ、もうあと32発になっちゃった。別に使うあてもないからあれなんだけどね。で、違う、こっちから行った方が早いな。で、登って、トロフィーの裏を覗いて、で、液体を入れましょう。今日どこまで行けるかな？ 3 パートで行けるはずなんだけど、なぜなら、その3パートで終わらしたところ、まあ、あとはその どれだけね、いかにうまく、クリアさせることができるか次第。落ちてきてる、おはようございます。めんどくさいんで先倒しちゃいます。ういちょ、なんかちょっと怪しい弾のところにある弾をねぶつけて、じゃあ、ういこれは分かりやすくていいよね。レオン編の方だとさ、どうしてもなんて言ったらいいんだろうな、どのくらいの火力というか、どのくらいのボリュームで火炎放射器ぶつけて燃やし切ったらいいかっていうのがちょっといまいちよく分かんなかったりするからね。 OK、 じゃあ、これ、えっ、ん？あれ？ちょっと待って。なんかね、本当に初めてプレイをしたときにこんな間違いをしたことがなかったんだけど、これなんかちょっと喋りながらだとやっぱ記憶力ダメなのかな。こんなんをいちいち覚えてはる人は本当にすごいなって思うんだけど、ちょっと待ってくりゃ。あれ？ちょっともう一回見る、ごめんなさい、もう一回見させて。恥ずかしい、本当に恥ずかしい。キョッ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 。これ。あれ？あれ、テトリスで、こっち。あ、オッケー。あ、もうちょっと一瞬しゃべらない。黙っちゃった。ちょっとここで、まあ、うまくいいことやっておいて、どっちかっていうと、今度次、液体を注入するところの謎解きがうまくいくかどうかっていう問題が発生するんだよね。落ちてきてないよね。なんかクレア編とレオン編で地味にその出てくるイビーの数とか位置とかが違ったりするから、すごいちょっと警戒するんだよね。まあ、対処法持ってるからいいんだけどさ、でもなんかちょっともったいない気もするしね。じゃこれを入れて、さあ謎解きタイムです。テレテッツテレテッテレッテレッテテレテレテレテテテレテレテレ、違うな。そう、これね、スペースキーを押すのとね、
何 A と D ボタンあるじゃないですか、キーボードの、あれをまたミスることがねちょっとねあったりするから、それ気をつけなきゃいけない。じゃほらまたミスったで、これ注入 OK で、ラストはこれ注入しちゃダメよ、絶対注入しちゃダメよ、そう OK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  で、これを注入したらいけんじゃない、よし、これまだそんなに苦労しなかったね。注入している間に私もコーヒーを飲む。なかなか時間かかるな。よし、いけた。じゃあ、このまま戻っていきやっしょう。えい。で、注入する前にそうだ、これ冷却スプレーをプシューって浴びせなきゃいけないからね。あの部活なんかやってる時に、中学生くらいの時に初めてあの冷却スプレーっていうのがあるっていうのを知ったんだけど、その今まで捻挫とかしたらその湿布薬とかをね貼ったりとかってのよくあったりとかする。冷却スプレーって意味あんのかな。あんまりなんかその、あ、冷たい気持ちいいってなるけど持続効果があるわけじゃないから、なんか冷却スプレーって大した意味がないんじゃないかなと思うけどね。それくらいだったら保冷剤をタオルに巻いてくるくるしたりとかね、湿布ベタって貼った方がいいとか あるけどね。まあ、そんなことをします。こんなところによく行けますよね。まあ、マイナス15度くらいまでだったら小学生なら最悪半袖でも生きていけるっていうのを、まあ、あの最大1時間だけど、あの体験したことはある。ソリ滑りめっちゃした。あの北海道行った時に小学校3年生で、その時にソリ滑りをマイナス15度の世界でね、兄弟たちとするっていうね。僕は小3、弟が小1と5歳、俺はずっと5歳って言っても、そんな弟も今25歳、もう間もなく26歳か、そうか、もう全員アラサーか。まあ俺に関してはみそじだけどね。そう、30になった時のショックって何かっていうとさ、その30になったことそのものもそうなんだけどさ、とあるアニメキャラ、漫画キャラの年齢を超えたことなんだよね。さあ誰だ、ドゥルルルルルル、そう、ミサエさん、野原ミサエさんね、クレヨンしんちゃんに出てくるお母さんですわ。いや、ついにね、クレヨンしんちゃん、しんちゃんがさ5歳でしょ。だから23、ね、ひろしさんが29歳じゃない、ひろしさんが、ん、ひろさんが29の、みさえさんが23の時に2人結婚して、で、ひろしさんが30の時で、みさえさんが24の時にしんちゃんが生まれたんでね。で、今35と29の時にひまわりが生まれてって、まあ、だからみさえさん的にはまあ現代で言ったらめちゃくちゃ早い方だと思うんだけど、まあ、ひろしさんで言ったらどうなんだろうな。今一般的なあれになるのかな。いないよね、めっちゃぶら下がってるけどね。多分あの薬液注入したら上からドシャってくるとか、てか普通に考えたらさ、こいつらここの部屋にいるイビーもさ全部腐って落ちろよっていう話なんだけど、それが落ちてないんだよね。いや珍しい、面白いよね。あとこれ枯渇してるはずでしょ、ほら枯れてってんじゃん、シューって。あ、そっか、だからイビーそのものが腐らずに周りのやつだけが腐ったから俺たち生きてるぜベイベーっていう感じなのか。うわ、なんともやらしいな、この生々しい感じがすごい面白いよね。ごめんなさいね、ちょっとだいぶあのくる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 回したから酔っちゃったと思うけど、これどっちがつけてたあれなんだろうな、ね、上級職員ってこと。こいつらもあの G に関わるなんちゃらなんとやらはできたっていうことなんだね。あ、ちょやばいやばい、はい、あと17パチューになっちゃった。でこいつに組みつかれたくないからちょっと遠回り。 OK、 じゃあこのまま上級職員しか入れないサンクチュアリに行ってね、終わりにしていきましょうか。コンパートはね、なんだかんだもう15分くらい取ることになってるな。あっち行ったら20分くらいになるんかな、うん、はい、降りましょう。 OK、本当すごいの、これが1998年だぜ、今から24年前。うーん、こんな施設本当に作れるのかってなるけどね。まあそこら辺がね、なんかね、映画とかやっぱゲームの世界のね、あのフィクションだからこそできるなんか理想郷みたいなところがあったりする。だってよくよく考えたらさ、もう映画公開も間もなく始まるけど、4月29日か、あのもうアメリカじゃね6月10日から公開されてくるジュラシックパークね、ジュラシックワールド、ドミニオンね、
新たな支配者って。ジュラシックパークなんか最初1993年だからね、僕らの6畳一間の部屋で、まあ、当時1歳の時にあのアメリカで公開されたビデオテープを持って帰ってきてくれた親父の知り合いがいたんですけど、でジュラシックパーク見たらあの最初6畳一間テレビに食らいつくようになんか見てたらしいんだけど、あの終わる頃にはなんかもういていティラノサウルスにビビり散らかして、であの部屋の一番端っこで見てたっていうね、それを見て親が爆笑してたっていう、なんかそういう思い出があるらしいんだけど、まあ、恐竜はずっと好きだからな。恐竜の図鑑とかね、もう今家にないからあれだけど、なんか暇さえあれば大学生の頃とかでもずっと見てたっていう記憶があったりするからね。まあ興味の分野が一体何になるかっていうのはやっぱ人それぞれだけど、僕は恐竜だったらあの好きなだけ勉強できるなっていう気はした。まあ別にこうあの昔の夢に考古学者になるっていうね、あのアラン・グラント役をやってるサム・ニールさんがね、考古学者っていう役で出てたから、考古学者ってあの面白そうだなとかって思ってたけど、考古学者じゃ食えねえって親父に言われてね、なんかそこからズタズタに言われたから、考古学者になるのちょっとやめた方がいいかもしれないと思ってね。でも恐竜くんだっけ、なんか京都大学かなんかの、ね、教授で出てきてる人、あの人の話とか聞いたりとかしてたらさ、なんかやっぱ考古学者って面白いのかなとかって、まあ、あの人考古学者っていうのはまあ恐竜の本当に恐竜くんって名前がつくくらいだから恐竜博士だと思うんだけど、要するにあのティラノサウルスって本当に、恐竜史上最強の恐竜だそうなんですね。でなんでかっていうと、その大きい恐竜アロサウルスとかスピノサウルスとかそこら辺の恐竜って、まあ、でかいからその体を支えるためだけに足が発達してて、残念ながら、まあ、あの筋肉っていうのはあの走るように出来上がってないらしいんですよね。でところがティラノサウルスっていうのはそれをもう凌駕したサイズで、そのあサイズじゃない、あのそれをもう凌駕した恐竜で、そのサイズとしてはあの過去史上めちゃくちゃでかい恐竜でありながらも、その小さい時からティラノサウルスになるべく進化をしてきたから、小さい恐竜はそもそも走ることができたんだけど、その小さい時にできてた運動能力っていうのを保ちながら、あの体長15メートルのサイズに、まあ、パワーアップしたっていうのがあるらしいんですね。っていうことを考えると、まあ恐ろしいわけですよね。ジュラシックパークの中でも言ってたけど、時速40キロで走って追いかけてくるみたいなことを言ってたんですよ。時速40キロってことはもうボルト並みのスピードで後ろから走って追いかけてくるんですね。あ、ごめんなさいね、今ちょっとあの硫酸弾大量生産開発計画を行ってます。計画というか、まあ、計画を実行してますね、うん、そうっていうようなねことを話してて、面白いと思って、それはもうティラノサウルス目の前にしたら皆さん絶望しますわなと思って。そうなんだよね、ちょっと待ってね、なんかいろいろと、うん、まあこの作業が終わったら、あの次回パートでからあの G3 をぶちのめすっていうのをねやっていこうというふうに思いますんで、ちょっとお待ちくださいね。はい、そうそう、恐竜のそういうのをねあのやってたら面白いだから。であとまあ他にもね、恐竜の進化系は鳥とワニだなんてことをよく言われたりするんですよね。だから隕石が降ってきて地上で生活することができないようなあの地球環境になってしまったから、あのじゃあ海で過ごすか空中で過ごすかってなって、腕が羽になったりとか、あの尻尾が異様に発達して水中で泳ぐことができるようになったりとかで、なぜか分かんないけど、鳥って くちばしがあるけどあの歯がなくなったっていうね。恐竜は歯があるけどね。でワニはその地上で暮らすことがまあ難しくなったっていう、まあ、そんなこともあったりとかってね。どれでいこうかな、まあ、この辺りでいっか。スパークショットの使いどころがないんだよな。じゃあまあグリーンハーブ、まあいっか、1個くらいで。よし、ということでね、本日の動画ね以上とさせていただきます。次回ね G3 をぶちのめすというところから始めていこうと思いますんで、また乞うご期待ということで、チャンネル登録とグッドボタンもお願いいたします。バイバイ。